すべての生き物というのは意識があるんですね、そうですね、要するに机、車、花、木、人間っていうふうに羅列したときに、人間だったりまだ花だったりには意識があるかなぐらいは思えると思うんですけど、人間はもちろん意識がある、ね、だけど車とか机とか意識なんてないでしょうって多くの人は思うんですよね。思うと思います、でも僕たちとは違う形で実は生きているんです、あ、その机とか机もそうです、物質のものですね、全ての物質は違う形で生きている、ね、それがね、だんだん僕たちがこう自分の本質という、まあ、真のこう自分ですよね、本来の自分ですよね、につながっていくと、そういうことがねどんどん分かってくるようになるんですよ。だからね、ちょっとすごく変な言い方なんだけど、例えば机さん、車さん、ね、例えばね、エミさんにエミさんというように、このさん付けって普通にはね、机にさんっておかしいでしょ、っていう意識から、机さんっていう言い方もありだね、っていう、あの意識に変わっていくんですよね、僕たちはどんどん、ね、これ分かる方も多いかもしれないです、私も少し分かりかけてきたんです、あの机さんも、あの車さんも、こう物質として、彼らもいろんなことを感じているということですよね。そうです。人間みたいなね、そのものの見方や捉え方や感じ方っていうのとは違うんですが、ただこの机には机の生き方があるんですね、車には車の生き方、そしてまたあり方というのがあるんですね、いやこれね、2年ぐらいかけるともっと分かるようになりますかね、先生 ね、でも私は本当にね、お花去年から今年にかけてね、やっぱりこうどん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 分かるようになっていく、さらに今年は分かるようになると思うんですけど、本当にお花にも意識があるっていうこと、それを感じると、やっぱりいろんな物質のもの、私たちも物質ですもんね、もちろんそうですね、全てに意識というものがあって、またその意識を感じることができるっていう、そうなんです、そうなんです、ことが先生成長しましたね、私も素晴らしいですね、でね、仲良くなることができるんですよ、だから、机と仲良くなる、ね、じゃあ椅子と仲良くなる、壁と仲良くなる、照明と仲良くなるってなった時に全てに調和が取れますよね、これ調和ね、これが調和なんですね、あのみんなが共存しているということですよね、だから自分だけが共存しているんではなくて、全て共存をしているというふうに考えれば、いろんなものを大事に、そしてどんな意識を持ってここに存在しているのかっていうことにも興味を持つ、そうですね、観察もしたくなるそうですよ、ね、ということですね、だから例えば量子力学とかっていうね、科学の中でも、全てのこの物質というのは素粒子から成り立っているとかって言いますね、そうすると僕たちの肉体もその素粒子から成り立っていますし、机だって素粒子から成り立っているんですよね、同じものから成り立っていってるんですよ、先生、これを全て宇宙の真理というふうに捉えてもいいんですよね、そうです、そうです、宇宙というのは、私たちと全て一体化していて、もう花もそうなんですけど、全てこう上に伸びるように、こう前向きに飛躍するように、もう組み込まれている、そうです、ブループリントっていうんですけどね、ブループリントっていうのは設計図です、ブループリント、そういうものが例えば人間個人個人にも設定されていますし、また植物の種にも設定されているんですね、そうすると大体これぐらいの、量でとか、これぐらいこういう形でとか、もう人間だってそうじゃないですか、で最初は影も形もないものがちゃんと、これは心臓に、ね、この細胞は肝臓に、この細胞は肺にっていうふうに、まるで何かにこう導かれているように形になっていきますよね、そう、この部分なんですよ、これを知ると知らない、意識するかしないかでも全然変わりますよね、そうですね、だから私たちは全て宇宙と一緒で、前向きにとにかくうまくいくようにできているのに、そうです、そういうことですよね、そうなんです、あえてネガティブにならなくていいのに、なんか私たちはそういうことをこうちょっと体験するって先生よくね、体験しに来てるんね、だけど本当はそういうことしなくてもいい、もううまくいくように組み込まれているってことですよね、私ね1年間ですっごい勉強したような気がします、もうなんかそれ正しいですよね、これを先生は宇宙の、法則というか真理というふうに常に常に皆さんにお伝えしていることなんですよね、つまり宇宙というのは調和そのもので成り立っているので、この宇宙という本質に自分も同調していくことができると、
、はい、それは自分もナチュラルにスムーズに人生を運ぶことができるとかね、うん、人生の流れをスムーズに体験していくっていうのは、うん、これ自然なことなんですよね。自然なことなんですね、うん、だから皆さんそれを素直にこう受け止めればいいし、はい、気づけばいいんだけど、はい、どうしてもなんかこう違う、ね、感情が出てきたりとかっていう風に、うんうんはい、で皆さん悩んでるわけですよね。そうですね、うん、顔を張ってみたりとかね、うん、こうでなければ嫌とか、はい、こういう形で進んでいかなければ納得できないとか、はい、もうそういったその自分の自我エゴに支配されてしまうと、その本来のナチュラルな流れから外れてってしまうんですね、うん、そうすると摩擦が起きる、うん、トラブルが発生する、うん、みたいになっていくわけです。なるほど、はい、そっか。じゃあ量子力学的に言えば、うん、先ほどおっしゃった机も、うんはい、車も、はい、植物も私たちも全部、はい、そうこの宇宙もです。宇宙も、はい、全部いろんな物質のそのものが集合体としてあって、はい、同じなんですよね。そうですそうです。ここが違うとかそういうことはないという考えに、はいはいなっていけばいいということですね。そうですね。そういう視点で人を見ると、はいうん、結局自分との共通点っていう形でそれをね、うん、理解して受け入れることができるようになればもっとこう調和を取れた関係性って気づきやすくなると思うんですよね、うんうん、なるほど。物ともそうですね。そういうことなんですね、はいうん3歳の息子さんのことがありましたね。やっぱりその言いたいことを我慢するとかね、やっぱりそういうことって、このミーさんのお子さんだけではなくていっぱいあると思うんですよね。で大人になってもやっぱり我慢しちゃうことっていっぱいあったりして、そのやっぱ言い方っていうことをすごくこう気にしちゃったり気をつけるって言ってね、逆に神経質になりすぎちゃって何も言えなくなっちゃうみたいなこともあったりするんですけど、基本的にねそういう時にどうしたらいいでしょうって質問がよくあるんで、ちょっとお話ししておくと、そのねあなたがどうだからとかあなたはどうねとかっていう表現ではなくて、私はこう感じるんです、私はこう思うんですって言って、主語をねあなたがとかそれがとかではなくて、これがじゃなくて私は私がという主語にして話してみると伝わり方が、ね、違うなっていうのがきっとわかると思うんですね。あなたがそういうこと言うと私傷つくのよではなくて、私はあなたにそういうふうに言われるとちょっと傷つくんだよねっていうのって、多分伝わり方の印象って多分聞いてても違うと思うんですよ。だからこんな風にしてね、この私はっていうのを主語にして自分の伝えたいことを表現する、それをねちょっとトライしてみていただけるといいかなというふうに思います。なるほどですね。僕もじゃあそうやって実践していきたいと思います。よかったです、はい、本当になんかそういうその自分のその言い方とかなんとかっていうのに本当にね神経質になっちゃってっていう人実はいっぱい僕の周りにもいてね、はい、でだから何も言えないで、でストレスになって、で顔にいっぱいこうブツブツができちゃって本当にいるんですよ。でもそういうのをちゃんとこう表現できて、自分の中にこう溜まっているものをちゃんと流してあげられるようになると綺麗になってたりするんですよね。でもそういう方、優しい方がやっぱり多いから、そうですよね、傷つけたくないとかね、そういう風に自分が我慢すればいいなって、うん、そうですそうですそうです、もちろんですもんね。だけどね、ここで大事なことって、厳しい方になるかもしれないけど、うん、本当に傷つけたくないと思っているのか、傷つけることによって傷つけられるんじゃないかっていうことを怖がっているのか、これまた違うんですね、うん、そうだから厳しいことを言ってるわけじゃないんだけど、でもちゃんとね自分のその行動の動機ねっていうのは何なんだろうっていうことをちゃんと見ていくっていうのは大事なんですね。そうです、ね、そう自分の保身のためにやっているのかとか、うん、自覚って大事ですもんね、うん、そうですそうです。医学的に言っても、はい、なんかストレスが出てくると、うん、やっぱりボディに出てくるんですってね、出てますね。だから、はい、やっぱりストレスって溜めちゃいけないから、物をちゃんとこう吐き出せるように、うん、話できる方が、ねまあ、健康的にはいいって話。本当にそうですね、うん。